どうも皆さんこんにちは、ドズルです。今日ね、クラン対戦が終わったんですけれども、今回の相手ね、非常に、強敵でした。ヒーローレベルがね、もうマックスっていうか9でマックスが30なんですけれども、30、30の人とかもいてね、結構相手強かったんですけれども、結構ね差をつけて勝つことができました。で、今日はね、その中でも何を見ていくかというと、ドラバル、タウンホール8におけるドラバルをね、見ていきたいなと思います。ドラゴンラッシュの動画は、リプレイはね、結構、今までの動画でも見てきたと思うんですけれども、ドラバル自体ね、あんまり見たことがないんですよ、私の動画では。で、ドラバルなんで今まであんまりその焦点を当てなかったかというと、私自身ね、あんまりそのドラバルの魅力っていうか、そのドラバルのメリットがあんまわからないなと、思っていて、やっぱドラバルよりね、ドラゴンの方が強いんじゃねって、内心思ってたんですよね。最近ですね、この 今から見るアレクサンダーさん、アレクサンダーさんが、ドラバルをね、非常によくやっていて、しかもね、星3つをかなり取ってくれるんで、対空砲もね、レベルマックスですよね。タウンホール8における、レベルマックスのレベル6の対空砲3つから、星3つをね、かなりの確率で取ってくれるので、あ、ドラバルってこういう使い方もあるんだと、思いまして、まあ、紹介しようと、思います。で、まあ、早速見ていきたいと思うんですけれども、普段のドラゴンは10体なんですけれども、ドラゴン8体ですね。ドラゴン8体プラス、自前のバルーンが8体。そしてね、援軍に黒バルーンといった編成なんですけれども、まあね、いつも構成は一緒ですね。ドラゴン8体とバルーン8体と、黒バルーン、援軍で黒バルーンといった編成になってます。で、魔法はね、レイジ2つとヒール1つなんですけれども、このね、戦術のコツっていうか、その、なんで自分の、バルーンを連れていくかっていうと、その援軍の黒バルをね、さらに優秀に使っていく。その今見たら分かるんですけれども、自分のバルーンで、援軍の黒バルを縦にしてるんですよね。で、これをする意味っていうのは、ドラゴンに引きつければいいじゃんって思うかもしれないんですけれども、ドラゴンはね、やっぱね、その 最後の、その 100% 破壊にとっておきたいわけですよね。なんで自分の赤バルを出して、黒バルと同じね、方に進んでいくわけじゃないですか。同じバルーンなんで。なんで、黒バルの前にね、常に行くようにして、赤バルを縦にしていく。そうすることでね、少し黒バルが長生きするわけですよね。そしてドラゴンも生き残りやすくなるということで、こんな感じでね、ヒールとレイジ、そして、今に2個目のレイジ使ったんですけれども、こんな感じでもうバルーンだけでね、対空を破壊していってしまうんですね。残り1個が、ドラゴンの破壊になってしまったんですけれども、今分かりましたかね。結構その赤バルがいることによって、黒バルのね、黒バルの生存率が、ちょっと上がってくるんですよね。まあ、どうなんですかね。純粋なドラゴン10体のドラゴンラッシュと、まあ、どちらがいいかっていうのはね、ちょっと優劣今のところつけれないんですけれども、まあね、本当にこのドラバルは安定していますね。今までね、ドラバルっていうのは本当に、私の中では、まあ、ドラゴンラッシュの方がいいだろうと思ってたんですけれども、こういってね、そのドラゴンの後ろから出すバルーンは、その援軍の黒バル単体で出すよりも、自分でね、バルーン8体連れてった方がもしかしたら安定するのかなと思って今回動画にしてみました。で、これでね、ぜひ、その皆さんのコメントをね、聞きたいなと思っております。その、実際このドラバルはありなのかなしなのかっていうのは、ちょっとね、私もね、自信を持って言えないんですよね。その、どっちがいいのかなと思って、本当に。普通のドラゴンラッシュ、ドラゴン10体でも非常に強いと思うんですよね。もう一個アレクサンダーさんの、リプレイ見ていくんですけれども、また同じ編成ですね。魔法も全く一緒です。で、対空砲もしっかり、今回もタウンホール8でのマックスですね。今度こっち側からか。ドラゴンを出していって、で、自前のバルーンを出して、で、黒バルを後ろから出すといった。さっきとね、本当に編成っていうか、その出し方、使い方は全く一緒なんですけれども、どうなんですかね。やっぱバルーンを増やすと、こういったね、今、分かったと思うんですけれども、一気に攻撃を受けたとき、要はウィザードの塔とか、赤い風船ですよね。あの、対空爆弾からのダメージっていうのは、かなり上がっちゃうとは思うんですよね。今実際に、結構死んじゃいましたよね。バルーン自体が対空を破壊したわけじゃないんですけれども、なぜかって言ったら失礼かもしれないんですけれども、成功しちゃいますよね。
この時点で対空破壊した時点でかなりのドラゴンが生き残ってますよね。なんで赤バルと黒バル自体が、ドラゴンの盾になっているという考え方もできますよね。どうなんですかね。体力と攻撃の比的に考えるとドラゴンの方がその盾にする方が効率はいいと思うんですけれども、どうなんですかね。このうまいバランスがね、星3つを生んでいるのか、はたまた、私の知らないね、ドラバルの魅力っていうかメリットがあるのかはちょっとわかんないんで、ぜひともね、皆さんに、教えていただきたい。そのわかる人は、このドラバルはこういう意図なんだよっていうのをね、わかる人は教えてください。本当に、いやにしてもね、見事ですよね。やっぱ私自身もそのタンホール8の時はね、ドラッシュばっか、ドラゴンラッシュばっかしてたんですけれども、やっぱ対空砲レベルマックス3つあるベースからはね、なかなか星3つっていうのはそう簡単なことではないと思うんですよね。なんで、毎回ね、安定して星6つ取ってくれるアレクサンダーさんのこのドラバルっていうのはね、非常に貴重なんですけれども、そのメリットっていうのをね、ちょっと考えていって、さらにね、いい解説ができるようになりたいんですけれども、ちょっとこれはね、どうなんだろうな。そのいろんな事故に、そのいろんなパターンにね、想定っていうか、対応できる編成な感じもするんですよね。その今みたいに、バルーンが対空を破壊することもあるし、さっき見たリプレイみたいにバルーンが先にやられちゃったけど、対空を破壊した時点ではそのドラゴンがいい感じに対空砲に向いてくれて勝つみたいなね、まあ、そういったパターンもあるんで、一概にね、こういう攻めなんだっていうのは言えないんですけれども、たまたまでは絶対ないと思います。もうアレクサンダーさんはかなりね、このドラバルでね、星3つを量産してくれるので、どうなんでしょうね。この中心部の防衛施設をバルーンたちが破壊してくれて、なおかつその黒いホーミング地雷、やっぱホーミング地雷がドラゴンに当たるとかなり痛いので、その黒いホーミング地雷も、吸い取ってくれる赤バルがね、そうすることによってかなりドラゴンが長生きできるっていう線もありますよね。そういう説もね。なんでちょっとよくわかんないんで、ぜひともね、皆さん、コメントで教えてください。ということで、今日はね、ドラバルの紹介でした。まあね、こうやって新しい戦術の紹介っていうのもどんどん盛り込んでね、いい戦術をもっともっと見つけていきたいと思っているので、ぜひともコメント、お願いします。ということで、今日はこの辺で。バイバイ。